こちらが今回商品化されたリンゴとお芋のクリーム大福です。大仙乳業と倉吉市の鳥取短期大学が1年かけて共同開発したもので、県産のリンゴとさつまいもが使われています。まあ、この食材を余すことなくこの、使用するような加工方法ともですね、まあ、私ども学ばせていただいたというような。使われているリンゴとさつまいもは規格外品。将来栄養士を目指す学生たちが地元の食の未来を見据え、食品ロスを減らす食材の加工法を学び考案しました。着色料を使わない工夫で素材本来の味を生かした商品を開発したり。今日は完成報告会が開かれ、倉吉市の広田市長が試食しました。最初なんかあっさりめかなと思って、ぐっと甘さが出てきますよね。あ、美味しいですよ。本当家族で和気あいあいとちょっと秋の味を楽しみたいっていう感じかなと思います。リンゴとお芋のクリーム大福は数量限定、来月4日から中四国のローソンで先行販売が始まり、17日から量販店などで販売が始まります。